ポルトガル人、ポルトガル人、ポルトガル人は、主に、ユーラシア大陸の生誕、イベリア半島西部のポルトガルやその旧植民地に、居住する民族。言語はポルトガル語を使用し、カトリック教徒が多い。ポルトガル人は、ヨーロッパの南西に居住している。ポルトガルに居住する、最も初期の原生人類は、4万年前から3万5000年前頃に、 イベリア半島に到達したとされる。Y 染色体とミトコンドリア DNA の近年の研究によれば、現代ポルトガル人のルーツは、約4万5千年前の最後の氷河期の終わり頃に、ヨーロッパ大陸に到達し始めた旧石器時代の民族までたどることが出る。イベリア北部は、旧石器時代の人類が氷河期から逃れるための主要な避難所であったとされている。 旧石器時代から中石器時代にかけて、西ヨーロッパ、特にイギリス諸島や大西洋岸の人々が多く来た、イベリアへ移住し、現代のイベリアの住民とは大きなつながりがある。最近の研究によると、多くの旧石器時代及び、中石器時代のイベリア人は、現代のイギリス人の遺伝子プールに影響を与えているという。実際、Y 染色体のハプログループ r 一ビットは、 イベリア半島と西ヨーロッパで最も一般的なハプログループである。ハプログループ R1 ビットには最貧地のハプロタイプが存在する。最も特徴的なものの一つが部である。このハプロタイプはイベリア半島及びイギリス諸島で最も多く見られる。ポルトガルを含むイベリア半島では33%に達する。新石器時代約1万年前に 西アジアや中東からの移住者は、辺境のイベリア半島に達したが、その影響は、東ヨーロッパに比べれば小さいものだった。紀元前1000年期、青銅期時代の間には、インドヨーロッパ五族の移動の波が初めてイベリアにも起こった。その後、紀元前7から5世紀頃には、ケルト人と特定される民族が続いた。 南イベリアについにタルテススのような都市文化が発達したのはフェニキア人とギリシア人の地中海の植民競争が影響している。この経緯がイベリア、そしてポルトガルの地中海的で北ヨーロッパとは違った文化を決定づけたのである。旧石器時代の祖先とその文化的発展、インドヨーロッパ語族の移住、これらのことからポルトガル人の人種的起源は 主に古代ローマ時代以前のケルト人とイベリア人の根血であると考えられ、ローマ以前のイベリアの諸民族は、ルシタニアのルシタニ人、ガリシアのガリシア人、アレンテージョ、アルガルベのケルト人の一派などがいる。ポルトガル語がラテン語に由来することからわかるように、ポルトガルの文化は古代ローマからかなりの影響を受けている。ギリシア人やフェニキア人、カルタゴ人、バンダル人、 サルマ大人、西ゴート族、末尾族などの影響も少なからず受けている。これらの文化は、ポルトガル社会、特に貴族社会に統合され、少数のアラブ人、ベルベル人、ユダヤ人もまた、ポルトガルに定住した。多くのヨーロッパ諸国と同様、ポルトガルにも他のヨーロッパ人との根血が過去にも、現在にも存在する。フランス人、ドイツ人、イギリス人、 スコットランド人、アイルランド人、オランダ人、フラマン人、イタリア人、スペイン人などとの根血である。一般的なポルトガル人は黒い髪と茶色の目と褐色になりやすい。肌を持つが白い肌に明るい髪と壁眼を持つ人もかなりの割合で存在する。ポルトガル人や他の民族に関してはこの図を参照。和者全員がポルトガルごとのバイリンガルであるとしても、 1> 約1万5千人がミランダド道路、ビミオーゾ、モガ道路等の地域でアストリアス語、ミランダ語を使用している。また、スペインとの国境の町バランコスでは2千人がスペインのエストレマデューラ語の影響を受けた方言、バランコス語を話す。旧植民地、すなわちブラジル、アフリカ、インドからこの2、30年の間に多くの人々が移住してきている。 最近では、スラブ人、特に、ウクライナ人が移住してくるようになり、ポルトガル最大の少数民族となっている。中国系移民も存在する。また、小規模な少数民族としてはロマ約2万5千人がおり、さらに小規模なのは、ユダヤ人で、アシケナジムとセファルディム、合わて、約5千人である。全世界で1億人以上の人々が、 ポルトガル人を祖先に持つとされている。16世紀には植民地の拡大に伴い、インド、アメリカ大陸、マカオ、東ティモール、マレーシア、インドネシア、アフリカなど世界中へポルトガル人が入植した。19世紀末から20世紀初期にかけて、ポルトガル人が大量にブラジルへ移民した。約3500万人のブラジル人は近い先祖が、 ポルトガル人である。かなりの数のポルトガル系移民がこれらの国に存在する。ポルトガルのセファルディムの子孫はイスラエル、オランダ、アメリカ合衆国、フランス、トルコなどにおいても重要な勢力である。アメリカ合衆国ではニュージャージー州、ニューイングランドとカリフォルニア州にポルトガル人コミュニティが存在するし、 ハワイのポルトガル人コミュニティは150年の歴史を持つ。カナダ、特にオンタリオ州、ケベック州、ブリティッシュコロンビア州では1940年代以降、ポルトガル人コミュニティが大きく発展している。アルゼンチンとウルグアイには20世紀初期からポルトガル人が移住。ポルトガル人コミュニティの強い影響がある。カリブ海諸島、特にバミューダやバルバドスで、 ポルトガル人漁師が多く存在す。20世紀初期にポルトガル政府はアンゴラとモザンビークへの移住を奨励し、結果、1970年代までにアフリカに住むポルトガル人は約65万人にもなった。1975年にアフリカの植民地が次々と独立すると多くのポルトガル人は本土へと帰国したが、そうでないものは南アフリカへ移住した。 これは現在、アフリカ最大のポルトガル人勢力である。異人士間結婚と文化的影響の結果、ポルトガル系の人々は、ポルトガル級植民地よりも多く見られるようになった。特に、マレーシア、バルバドス、アルーバ、キュラソー島、ガイアナ、赤道ギニア、スリランカなどに多く、ポルトガル系が存在する。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。